ナー席が振り切って、たくさんチャンスを全部決まってるんですよ。カシノ選手、個人としてのプレーを振り返ってください。はい、まあまず、まあ、負けてしまったっていう部分では、まあ、いいか悪いかって言われたら良くなかったので、まあ、フリーキックもパラリンピックもありましたけど、まあ、もっと、まあ、これだけ言われてきた部分も多かったんですけど、やっぱりこういう試合で同点差もアシストしたり、自分が直接のところもそうですけど、もっともっと精度を上げていかないといけない。